はい、今日は上川法務大臣からも本件については発言があると思いますが、私からは法人設立ワンストップサービスの基盤となるそのマイナポータルを所管する立場から、機能拡充の内容を紹介させていただきたいと思います。もうすでに皆さんの手元にはデータとして配布済みだと思うんですけど、法人設立手続きのオンラインワンストップ管については、設立後に必要となるその給与の支払い事務や健康保険、年金雇用保険の適用事業所の届け出などについてマイナポータル上で一括できるよう、5等号の線とセクションスラッシュ、誰かの携帯なのこれ、2020年1月から法人設立ワンストップを提供をしてきました。で、今日からはさらに法人登記そのものの手続き、具体的には、定款認証と設立登記の手続きもワンストップの対象として一気通貫でできるようになるということです。従前はその定款認証、設立登記、設立後の行政機関への申請に3日程度かかっていたが、今回のそのサービス開始により24時間以内に申請が完了するということです。で、今後民間のソフトウェアとの API 連携を進めていくが、利用者利便のさらなる向上のためには民間事業者において法人口座の開設、保険契約などの法人名義での各種民間サービスの申し込みも法人設立と合わせて行えるようにすることなどが、一応予定されています。またこの API 連携は司法書士とか税理士などの代理人もサービスを利用できるということで、これからこの API 連携においては民間とどんどん進めていこうというふうに考えています。今後より多くの皆さんにご利用いただけるよう法務省のほか関係省庁と連携してサービスの普及に努めるとともに、利用者目線で普段の改善を図っていくということでございます。この法人設立登記に関して3日から24時間以内に完了するということですけど、エストニアだと17分でございますし、これでいいというふうにも思っていないし、私から見てまだまだ不十分な面もあるので、常にこれは改善しなきゃいかんなというふうに思います。私からは以上です。ご説明あったのワンストップサービスなんですけど、具体的にこれ現状どのぐらい利用されているかというデータがあったらしいですね。法人設立ワンストップサービスの利用数は、20年1月から12月で、1216件、ですから、法人設立登記申請数が、118,532件ですから、まだまだ低いというふうに思います。利用が低迷している理由としてはですね、定款認証設立登記申請に対応していないと。で、PC タブレットの利用の際に IC カードリーダーが必要となると、代理人の申請ができないことということだと思うんですが、利用者目線で普段の改善をここは図って、最終的にはですね、使っていただけるようになるというふうに思ってます。今回の改善ですとか、その低迷の利用みたいなものは改善できる、カードリーダーがなくても今回そのできるようになるし、マイナポータルから非常に便利にしたいというふうに思っているので、できると思います。ただお金の支払いとかそういうのがワンストップになってなかったりとか、まだまだやらなきゃいけないことはいろいろあると思います。とはいっても不十分な面もあるので、まだ改善していかないといけないとお話ししたところ、
エストニアに比べてみて、その時間的にもまだまだかかっているし、今回のサービス、まあ、拡充後においても、転換認証における交渉人との面談っていうのは引き続き必要なんですね。交渉人役場の。で、まあ、19年の3月からオンラインでの面談も可能となり、まあ、利用者が交渉役場に出向く手間を省くことが可能となっているんだけれども、私はやっぱりその、交渉人による定款の認証制度についてはやっぱりその様々な議論があるのではないかというふうに思います。で、本当にこれ法務省が利用者目線に立った場合に今の在り方でいいのかと、まあ、ずっと、まあ、昔ながらのやり方でいいのかということが、まあ、当然、出てくるというふうに思います。こういう制度ってこれ日本特有の制度ですからね。もう皆さんも自分で会社その設立してみたら、まあ、本当に大変面倒くさいというのがよくお分かりになると思いますが、まあ、これからまあ、どんどんね、ベンチャー企業とかそういうのがその、まあ、世の中に出てくる、まあ、こういう100年に1回の変革期ですから、そういう人たちがその本来のベンチャー企業としての取り組み以外のところで大きな負荷がかかるっていうのはいかがなものかと思うんですね。まあ、そういう意味でもそれは競争率にも競争力にもつながっていくところなので、やっぱり普段の見直し、制度的な見直しも含めて必要だろうと思います。